さあ、で始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、藤川先生さんですね。受けました。医学部模試ですね。どうだったのか聞いてみたいと思います。医学部、模試できんのかって言われたら、ちょっと疑問なんですけどね。ちょっとというか。ただまあ、一応ね、英語の問題に関しては受け取っているんで、ちょっと聞いてみます。自己採点。どうだったのかですね。まあ、本当にこんだけ取れてたんだったら、それはそれで、すごいなって。受けた人いると思うんで、医学部模試ですね。この間行われたメディカルラボでしたっけ？はい。ぜひ感想をいただければと思います。見た感じ、まあレベルの高い問題、簡単な問題がこう混在してるっていう感じですね。はい。優しいのはだいぶ優しいし。で、あとは結構中があるよね。医学部って本当大学学部によって全然違って問題が。中がないとことかはすげえ厄介なんですけど、まあ専門用語には中がついてくれてるっていう感じでしたね。この模試に関してはね、まあこれが本当だったらちょっと検討してるなっていうとこはあるけど、マジで分かってたのか勘じゃないのっていうのはだいぶありますけど、はい、どうだったのかね、感想と自己採点結果を聞いてみたいと思います。はい、では行きたいと思います。受けた感想はどうでしたか？システムがすごい、まず、いつも受けてる模試とは違って、うん、3つ、3セットあるんですけど、なんか1セットごとで30分ずつ、時間がもう足らなくて、うん、まあ、分かる問題は、まあ、何箇所かあった。ちょっと待って、何の話をしてるの今。模試の話。そうや、30分、3セットってどういう意味？何が30分なの？もう、すべての試験が、こういうふうに。あ、英語なら英語でってことですね。はい。まあ、全部そうなんですけど、英語なら英語で30分ごとに変わるってこと、はい、あ、そうです。なるほど。こう全体で90分じゃなくて、ここ30分でここ30分でっていうふうに時間が厳しいわけね。はい、はい、もう これ以上はここの部分解かないでくださいって言われるってこと。あ、そうです。だから注意されるんで。へえ、面白。なるほど。昔のトフル見て。はい、トフルもそうだった。いや、昔のトフルだから、戻っちゃいけなかったってとこ確かあったよね。先見ちゃいけないなんかそういうのあったりしたから。はいはい。なるほど。はい。じゃあ、時間が厳しい中戦うってことですね。はい、そうです。うん、で、まあ、時間がちょっと厳しい、うん。で、解けなかった問題がほとんど。うん。それは英語、数学、理科ってやったってこと？あ、そうです。理科は2科目の物理科学です。うんうんうん。じゃあどうだったのか聞いていきたいと思います。はい。英語、自己採点、聞いていきましょう。はい、大問の1が、いわゆる空所補充ですね。英語丸1の大問1。はい。これが5問中。3問。うん、3問。いや、これがね、本当の力で取れてたらすごいけどね。いや、まあ2とかはね、正解してほしいんですけどね。2よりも3の方がレベルの高い事項なんだけど、まあまあまあいいや。で、次が前置詞ですね。文章中に空所があって前置詞入れるやつ。これが5問中2問正解ですね。まあ当たってたらすごいね、これ。そして3つ目が並べ替え問題ですね。はい。3問中の1問。正解。これ本当なの？これさ、そもそも並べてないじゃん。数字しか書いてないんだけど。いや、もうこっから時間がなくて。数字がさ、それぞれの空所にこう書いてあるんだったらまだしもさ、答えのアルファベットの下にしか数字が書いてないからさ、届いてないだろうって思うんだけど。これはもう時間なくても適当に数字。適当に数字入れて当たんのかっていうね。奇跡的に一応、分にだけ当たったっていう。なんで当たるんだよ。相当な確率だぜ、これで当たるって。次が会話問題ですね。6問ありますね。6問中3問当たってる。はい。本当に当たんのこれ。とてつもない確率だぜ、これ当たるって。当たりました。当たりました。本当かよ。で、大問5は文正序ですね。まあ、これは当たってない。はい。で、6、ここ長文ですね。はい。長文中の空所補充と内容一致があって、で、問3、問4が当たってますね。本当に？空所補充。あ、こっから英語2になる。英語2です。英語2、和訳問題。はてなって書いてあるやつがありますね。まあ、部分点が来るかどうか。合ってるか分かんないから、もういいやと思って、はてなにしたんです。いや、めちゃめちゃ簡単ですよ、この問題は。すげえ簡単。うん、超簡単だよ、このやつね。1問目のやつ。たださ、いや、役抜けがさすがになくないっていう感じ。役抜け？うん。訳されてないところがさ。ああ、もうわかんない。each year知らなかったってこと？ each year 毎年。入ってないじゃん、訳されてるやつの中に。ただ、入ってないです。そうか。
まあ他にも訳抜けがあるけどね。で次の長文何も書いてないですけど日本語訳英訳とか並べ替えとか何にもないけど、次は和文英訳だったんですけど、和文英訳は今どこ見てます？丸2の2、3四角に、そりゃそうだそう、ね、こっからも全然何にも書かれてない。いや問い1だけやってるのか。そうそう、四角2の並べ替えもちょっとやってるよ。ああ、はい、四角2の問い1ちょっとやって時間切れたんですけど、で次英語3の長文が文補充で1個丸があって、指示語が指すものがあって、で意味の近いものはどれかっていうのを選ぶ、はい、いやこれ文脈で選ぶ問題では関係ないから、あなた訳書いてるけどいちいち文脈で選ぶやつ、そうだよ、知るわけないじゃんそもそもこの意味の単語なんて、これ合ってたの、しかもこれは合ってます。ペリオド期間っていうの期日とか分かってたの。そもそもさ選択肢のやつの訳を書くやつなんかいないから、あ当たり前でしょ、ナイト夜って書くやついないから選択肢に。なんでそれ書く必要があるの？なんとなく。なんとなくじゃねえ。コンプロマイズのところにミスって書いてあるし。もう、しかもそれで知らない単語があったんかいっていうね、選択肢の中に。何、両方とも合ってたってこと？ 2 問。はい、合ってました。まあ、4は適当に選んだら。で、他の内容1はダメということでした。はい、これが英語でございます。じゃあ、他の科目は数学はもうゼロに近いのもいいんですまたかよ。数学はもう本当に解けなくて終わったんで、小問集合もダメだったと。はい、了解。難しすぎた。じゃあはい、次物理科学は、科学も一緒で、あの30分30分30分で、うん、丸1番の四角1番、うん、あ違う、これ英語や。四角1番が選択問題で、うん、4問中1問だけ合ってました。それ内容は何のやつの内容は、あるじゃん、向きとか勇気とかさ、別にそういうの何もなくてバラバラのやつとかさ。な、バラバラのやつですかね。なんか小問集合みたいな感じ。はい、そして続いて、で四角に5問中これも1問合ってました。はい、で問3番から記述が入ってきて、うん、まあ、はい。まあ、はいじゃなくて。対応の選択だけ合ってました。はい。あとは全滅です。うん。え、それが四角3？はい。オッケー。はい。で、四角4は、あの、記述で、うん、全部記述の、なんか、記述だったんで、うん、全部×です。この辺の時間が、はい。で、次は？科学丸2から、うん、もうほとんど記述で、うん、合ってないんで。科学丸2はボロボロだったと。科学丸3は丸3を今の記述でボロボロでした、うん、記述はダメだったということで、まあ帰ってきたら見ましょう。それはメディカルラボのやつですね。はい、メディカルラボ。あ、メディカルラボってハワイ中グーグルなんですね。知らん僕も知らなかったでは物理です。はい、はい、あ、物理はもう、うん、だ丸1がそういうなんか客観式問題なんだね。選択式問題、はい、選択式みたいな感じです。で物理も同じように30分30分30分計10分、はい、でちなみにずっと映ってるゴミ袋みたいなのは何なの？この画面上に入ってるこの左上にあるこの黒いのは何なの？あ、これすいません、服です。ずっとあるから何だよって思ってあります。これ、はい、失礼しました。はい、物理の客観の方が、はい、何問あるんだ。問題が A と B とあって、うん、A が9までやって、うん、正答率が9って言っても、問い8と問い9がカッコ1カッコ2ってあるんで11問です。データがどれぐらいできたんですか？14問しか合ってなかったです。14問。4問ね。4問、はい、11問中4問ね、はい、すごい正解するじゃん。そんなことないです。B っていうのがあって、はい、B が、うん、あの記述でボケてない。はい。で次はね、物理丸2、物理丸3。丸2です。はい。丸2の記述だったんですけど、全滅です。丸3は？丸3の
新人数で、はい、ほぼっていうか、うん、はい、全滅ということでした。はい、わかりました。ということで、医学目指しはまだするの？はい。なるほどね。だって共通テストの申し込みもできない人がどうやって医学部受けるんだ、申し込めるのかそもそもって思うけど、とりあえず、あれはもう届いたわけでしょ、学校から証明届いたわけですね。もう届いて送ってます。大学入試センターに送ってるということで、まあだからもう共通テストは受けられるってことですね。卒業証明書か、はい、卒業証明書、はい、無事に。あとあなたが受験日に逃げなければ。逃げないです通用。今回はちゃんと開示のやつ申し込みましたね。申し込みました。そっか、河合さんと一緒にやったもんね。はい、送られてきた成績を隠さなければ大丈夫ですね。はい、はい。まああとは、まあ、英検3級が近いのか。英検3級が近いんですけど、今週模試があります。そうだね、共通テスト模試があるので、はい、まずそれが終わったらですね。終わったら25日に、英検3級です、うん、模試大阪市を受けるのは、え、大阪でしょ、申し受けるのは。ああ、大阪です。それ岐阜じゃないよね。岐阜じゃない。今だって実家に一時的に休養、家庭の事情で大阪バスに乗って帰ってきた、うんうん、家庭の事情、帰るんですけど、ことでございました。はい、あとは開示請求が進んでるらしくて、はい、どうなるのか。開示請求が進んでて、はい、まあ連絡してるらしいんですけど、うん、逃げてるらしいんで。ああ、何、もう請求終わっててってこと？あ、はい。住所とかがもう分かってる状況ってこと？ああ、はい、ね、もう分かってるって言ってました。うんうん、松原さんが。分かってて連絡してるけど逃げてるってことね。なぜか面白がって、うん、X で変な画像上げたり、うん、変なコメント書いたりとか。あ、開示請求が来たみたいにしてるってこと？あれは別にそれは言ってないのか。うん、なるほどね。どうなるかということですね。ということでございました。はい。次回は、前頭共通テスト模試ですから、はい、そちらに向かって勉強していただきまして。英検。その後は英検ということで、大変だな。もう、毎週の試験何かしらわけでも。勉強してないのにね。してますよ。今、英検の勉強を特にしてますよ。うん、今日は大阪から持ってた。だって、その、勉強してるって言って、ね、勉強報告間違った LINE グループに送っててね。松原さんにまた怒られてたじゃん。河合先生のいるグループに送ってください、つって。怒られてます、すいません。はい、では頑張ってやってください。はい、で、日曜でしょ。はい、もしよ日曜です。そうね、まあ遅いんだよね、とにかくね、終わるのはね、はい、長いから。共通テストもしは月曜日が多いんで、終わるのが8時過ぎとか、ね、遅いからさ、まあその辺は相談取りましょうということでした。ただとにかく丸付けだけ忘れないでね、この印のこの、まあ、これにやったっていうのだけ、ま、はい、ま、マークだけ忘れて、はい、まあもしかしたらまた前と同じようにもうそのまま連れて来られるかもしれないですからね。ちゃんとまあ自己採点するときに答え変えないようにもうそのまま模試会場から、この間はね連れてきましたけど、そうなるかもしれませんが。あ、そうなの、ね、わかりました。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。テキパフォーチン。はい、じゃあ頑張って勉強してください。はい、はい、お疲れー。